お隣韓国さんが北の長距離砲を感知する韓国型ミサイル事業が失敗したと騒いでいるようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。首都圏を脅かす北朝鮮の長距離砲を無力化させるために今年実戦配備を推進してきた韓国型戦術地対地ミサイル KTSSM 事業が試作品製造工場の爆発によって製品量産にも着手できずにいることが明らかになった。今年を目標に推進してきた KTSSM 実戦配備が2023年以降に延期され、韓国軍の対北朝鮮戦力に穴が開くのではという指摘が出ている。15日、国会国防委員会所属のキム・ジンピョ民主党議員や防衛事業庁などによると、国防科学研究所 ADD やハンファは今年1月 KTSSM の技術開発を終えたが量産すらできずにいる。長距離砲キラーと呼ばれる KTSSM は北朝鮮の対南打撃手段に対応する韓国軍の革新戦力の一つとされてきた。しかし昨年2月 KTSSM の開発試作品を生産するテジョン・ユソングのハンファテジョン事業場で爆発事故が発生した。事故当時は同工場と KTSSM 事業との関連性がまだ知られていなかった。 ADD とハンファは同工場で試作品を作った後、開発が完了すれば本格的な量産を進める計画だったが、爆発事故の影響で量産体制を構築できなかったという。さらに今年2月からは監査院が KTSSM 事業に対する監査に着手し、開発事業が全面中断された。現在監査院は2018年に完了した KTSSM 事業の統制評価に問題がないか調べているという。 KTSSM 事業は2010年11月北朝鮮によるリョンピョンド砲撃事件後、これに対応する兵器体系の開発から始まった。当時イミョンバク大統領が直接事業の着手を指示し、事業名は稲妻事業に決まった。 KTSSM は最大180キロ離れた場所の標的を誤差範囲 1-2 メートル以内で打撃できるよう開発された。軍によると開発に約360億ウォンが投入された KTSSM は非武装地帯 DMZ 付近に集中的に配置された北朝鮮の長距離砲行動陣地を突破し破壊できる。北朝鮮は約5000門の長距離砲を実戦配備している。 KTSSM は北朝鮮のスカッド短距離ミサイル基地への打撃も可能であり、軍が最近開発に成功した玄武4地対地弾道ミサイルとともにキルチェーン、北朝鮮の挑発切迫時北朝鮮への先制攻撃の革新戦力と評価されてきた。先月 ADD はホームページに KTSSM が数年前の性能試験で海上の標的の真ん中を正確に打撃する写真を公開した。KTSSM など韓国軍の先制打撃戦力は戦時作戦統制権転換条件の一つである北核ミサイル対応能力とも直結するというのが軍の説明だ。軍関係者は現政府が戦作権転換にドライブをかけている状況で、 KTSSM 戦力化はムンジェイン大統領の任期内に必ず先決されなければならないと話した。しかし防衛事業庁関係者は2023年には実戦配備できると見ていると述べた。それでは韓国さんの反応です。このようなレベルで戦作権回収だなんて、多少遅れてもまともな武器が完成すればいい。売国政権で北朝鮮が嫌がることをするだろうか。韓国の技術とかは超えられないことを願うべきだ。まともなことは何一つない。無能な政権。早く終わってほしい。政権が変われば成功するんでしょ？米国がいなくなったら、韓国は中国と北朝鮮に吸収されるだろう。開発する理由がありません。どうせ徐々に共産化作業しているのに、北朝鮮のものが我々のものなのに。にもかかわらず、戦作権返還、終戦だけを叫び、刃物を持った強盗の前で、棍棒だけを持って立ち向かわなければならない。中朝の顔色を伺い、米軍撤収を叫んでいる。
福クク区、北朝鮮は新しい兵器を開発し公に脅しているのに私を見て笑ってくれたと言い、平和だと騒いで、この時期に戦策権を回収するとか終戦がどうとか、軍事訓練を最小限に抑え、国民が銃で撃たれ燃やされている間、救う方法もなく北朝鮮と連絡方法もなかったと嘘をついた。実際は朝鮮チャンネルを通して連絡を取ることができたというのに、これでも赤政権ではないのか。デゲムイよ、答えてくれ。越北したやつをどうやって助けるのか、戦争でもするのかと言ってたのに、方法があったのに試しもしなかったんだって。左派勢力が戦力化を遅らせるために故意に爆発事故を起こしたのではないか。調査しなければならない。誰かが操ってるんじゃないの。スパイみたいなやつが一人いるじゃん。北朝鮮は核ミサイル、ICBM、潜水艦、SLBM、韓国全地域放射砲などを開発するのに、終戦宣言さえすれば平和が訪れるという妄想で頭が満ちたムンジェインの国民は信じられない。とにかく、朝中東のゴミ記者どもは、何としても国産化事業を妨害しようとあがいているんだ。事業が不発？事故で戦力化が延期されただけで、事業自体が不発に終わったのか？このゴミ記者が、人間でありながらどうしてそうなのか。この地で食べて生きてるくせに。最近のゴミ言論どもはすごく過激だね。この時だと思って政権を揺さぶろうとするようだ。信頼できない。否定的な記事をあちこちに連日出している。ゴミ記者よ、こういうのは不発と表現するものではないんだよ。北朝鮮にトップシークレットをそのまま教えてあげてるんだな。これはどういうことか。ということで、やっぱり爆発しちゃったんですね。まあ、韓国産なので特別驚きはありませんが、やっぱり韓国産に危ないものを研究開発させては危険な気がします。実際完成したとしても本当に役に立つのか、ちょっと疑わしいところもありますし、お金の無駄遣いって感じもしちゃいました。以前も命中率 6% という高価で重く命中しないという小銃を開発していましたからね。そんな韓国産が開発したミサイルって、たとえ韓国産の予定が標的を誤差1から2メートルと言ってても、実際は発射した瞬間その場で爆発する可能性だってありますし、下手をしたら後ろに飛んでいく可能性もあるんじゃないでしょうか。それにしても相変わらず韓国産では実際の状況を記事にしただけでこんなに文句を言われちゃうんですね。自分たちにとって都合の悪い記事からは目をそらし否定し、自分たちに都合のいい記事であれば明らかにフェイクでも絶賛する。まあいつもの韓国さんではありますが、本当に2023年に実戦配備できるんでしょうか。韓国さん、もしかして2023年後の間違いではないですよね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。